きっかけはやはりあの石だったんじゃないかと思うのです。当時は不思議なくらいあの石を疑わなかったのですが、後から振り返ったらあの石以外のきっかけが見つかりません。私はあれのせいでしばらくの間耳がおかしくなりました。その時のことをお話ししようと思います。子供の頃は女の子とは思えないくらいやんちゃだったと言われました。同い年くらいの子供を泣かしたり、友達と取っ組み合いの喧嘩になったり、毎日家に帰ってくると服が汚れていることは普通だったらしいです。それはそれは父も母も手に負えないくらいやんちゃで、祖父母や友達知人に相談して回ったとか。だからそんな私と遊んでくれるのは近所の同じくやんちゃな男の子たちで、女の子と人形遊びをした思い出なんて一つもありません。そんな幼少時代、私たちがよく遊んでいたお寺がありました。お寺の広場がとても広くて、よくそこに集まりました。本当はいけないことだったかもしれないのですが、近くに住んでいた年上のお兄ちゃんに教えてもらって、そこでこっそりビービー玉で遊んだり、駆け回って鬼ごっこをしたり、かくれんぼなどをしました。そのせいか毎日打ち身や青あざは絶えなかったらしいです。そんな私がそのお寺にあった石を落としてしまったのは、ほんの小さな失敗からでした。おそらくかくれんぼをしていた時だったと思います。隠れる場所を探して、普段あまり行かない石像があるところを通っていたら、何かにぶつかりました。はっとして後ろを振り向くと、石像の上に乗っかっていた石がぐらぐら揺れていました。そしてそのまま衝撃でバランスを崩した石は地面に落ちて、叩きつけられた衝撃で割れてしまいました。私に怪我は全くなかったのですが、壊れた石を見て呆然となりました。その音にびっくりしたのか、一緒に遊んでいた友達が寄ってきました。どうしたのかと聞かれて、私は石を落としてしまったと素直に言いました。多分誰かに怒られると思って内心ビクビクしていました。でも友達も一緒に怒られるのが嫌だったみたいで、内緒にしようと言い出したのです。その場で約束してバレないようにみんなで黙っていることになりました。大人たちに話して怒られるのが怖かった私は、何とかしてこの石を元に戻そうと思いましたが、もう落ちて割れてしまった石は修復できそうもなかったです。その場から逃げ出した私たちはしばらくそのお寺には近づきませんでした。その代わりに秘密基地と呼ばれる場所に集まって、今度はみんなで色気などの遊びをするようになりました。けれどその頃から私は自分の耳の不調に悩まされていたのです。不調というのも耳が聞こえなくなるような不調ではなく、たまに耳鳴りがしたり、こそこそと変な声が聞こえてくるというおかしな現象でした。例えば、私が友達と遊んでいたら、耳元で、ねえ、一緒に遊ぼうと小さな声が聞こえるのです。と思って振り返っても、そこには誰もいません。気のせいかと思って遊んでいたらまた、私と遊ぼうよと、女の子の声がするのです。私が遊んでいる友達は大体男の子だったので、その声に驚いて見回してもその姿は見えません。声は聞こえるはずなのに、その声の主はいつも姿を見せませんでした。そういうことが何度かあって、母に耳がおかしいと相談しました。すると、母は何か勘違いしたようで、すぐに耳鼻科の予約を取って病院に連れて行ってくれました。しかし診察してもらっても、私の耳に特に異常はありません。検査もしてもらったけど正常で問題はなさそうと言われました。そこで詳しい事情を聞かれたので、私は自分に最近起こっている耳鳴りや不思議な声の話を素直にしたのです。嘘偽りなく本当のことを話したつもりでした。だけど、耳鼻科の先生は、怖いねと冗談めかして言っていて、横で話を聞いていた母にはなぜかげんこつをもらいました。私としてはその大人たちの反応は、理不尽で納得いかないものでしたが、それも仕方ありません。二人とも、
私の話を全く信じていなかったようでした。私はそんな母の対応にムスッとしていて、家に帰ってきてからはかなりご機嫌ななめでした。本当のことを言っただけなのに、理不尽に怒られたことが納得いかなかったのです。母も母で病院に連れて行ったら、娘が作り話をし始めたことで恥をかいたとご立腹だったそうです。私と母は小さな喧嘩をして、その日は眠りにつきました。疲れていたのか、その日は何の夢も見ないでぐっすり眠ることができました。翌日私は学校に行って友達と遊んで元気に家に帰宅しました。そしてすぐに近所の悪ガキたちが集まる秘密基地に遊びに行ったのです。いつもなら誰かしらそこで遊んでいたりするのですが、その日は不思議と誰も来ていなかったのです。しばらく暇で一人でぼーっとしていたら、急にいつもの耳鳴りがしました。耳がおかしくて、しばらく耳の異常に顔を歪めていたのです。そしたらあの声が聞こえてきました。いつも聞こえるあの声が、森の奥を探索しに行こうと誘ってきたのです。誰か友達が来てからにすると、私はその声に答えました。だけどその声は、ねえ行こうよ、暇でしょ、冒険したくないの、としつこく言ってきます。あまりにしつこいので、私はふと森の奥を少しだけ探検してみようと思ったのです。しばらく森を行くと、すごく綺麗な小川が見えてきました。こんなところに小川なんてあるんだと私は驚きました。そこを流れる水はとても綺麗で、宝石みたいにキラキラしていました。この水おいしいよ、とあの声が耳元で聞こえてきたのです。私はその声に誘われるようにして小川の水を手で汲んで飲みました。本当においしくて、私は気づいたら一生懸命その水を飲みました。しばらく正気を失ったように、一心不乱に水を飲んでいたように思います。そしたら風もないのに小川の水に波紋ができ始めて、気づいたら私の影の横に誰かの影が映っていたのです。誰？と私は隣を見て聞きました。気づいたら隣には知らない女の子が座っていたのです。私が話しかけると、女の子は綺麗な顔でニコッと笑いました。そして聞き覚えのある声で、私にわからないの？と聞きました。それはいつも聞こえる姿の見えないあの声で、私にずっと話しかけてきていたのがこの子だとわかりました。私は誘われるままこの子と小川の近くで一緒に遊びました。気づいたらあたりは暗くなっていて、時間を忘れて夢中になって遊んでいたのです。あたりが暗くなっているのに気づいた私は少し不安になり、そろそろお腹空いたし帰るとその子に言いました。だけど遊び疲れて家に帰ろうとした私に、その子はなんで帰るの？と聞くのです。その何とも言えないやつに少しひるんだものの、ご飯だからと私は言います。けれど女の子とは思えない強い力で袖口を掴んで引き止められました。もっと私と遊んでよとその子が話そうとしなくて、私は困り果てました。そして、明日また来るとその子と約束したのです。しぶしぶですがその子は手を離してくれました。そして、約束は破ったら、ダメだよと言われ、強制的に指切りしたのです。その子と別れて、森を少し歩いていると、目の前にちょろちょろ光が見えました。そしてなぜか私の名前を呼ぶ声が遠くからしたのです。気づいたら私は顔見知りのおじさんに保護されていました。どうやら私が家に帰ってこないという理由で、家族が近所の人に頼んで一緒に捜索してくれていたらしいです。ギリギリで警察沙汰にはなりませんでしたが、私はご近所さんにかなり迷惑をかけてしまいました。両親にはげんこつをもらった後、思いっきり抱きしめられました。すごく心配をかけてしまったらしかったです。それからしばらく外出禁止になり、私は家で過ごさせられました。前よりも母が過干渉になり、私は外で思うように遊べなくなりました。あの一件以来、迷子になって危ないからとその場所は立ち入り禁止区域に
なり、私たちが作っていた秘密基地は取り壊されてしまいました。そして次第に耳の異常は収まり、声は聞こえなくなりました。あの日遊んだあの子はどこの誰だったのか今もわからないままです。あの子の名前は何だったかも、何をして遊んだかも記憶にないのです。ただあの最後にした約束だけがずっと心に引っかかっています。明日また来ると指切り玄満で約束して、本当に翌日に遊びに行くつもりでした。けれど両親やご近所さんが行かせてくれなくて、大人になった今はもうあの森の入り口も小川までの道順も覚えていないのです。私はあのお寺の石を壊してあの森に誘われ、少しでも選択を間違ったら戻ってこれなかった気がしています。そしてあの子は今も私を待っている気がするのです。もう遠い記憶になりますが、もう一度あの恋に誘われたとしたら、その誘いに乗ってしまいそうな自分がいて怖いです。様々な記憶があやふやになっているのですが、それでも一つだけしっかり覚えていることがあります。今も私はあの小川の水のあまりに甘く美味しい味が忘れられないのです。あれがもう一度飲めるとしたら、もう戻ってこれなかったとしても誘いに乗ってしまいそうな自分が恐ろしいです。私はどんな人間か、絵を描くのが好きだ、本を読むことも好きで、幼い頃から図書館に通っていた。福祉の分野で働くために一人暮らしをして学校で学んでいる。私は家族のことが好きだから、学校を卒業したら地元で働いて孝行したいと思っている。私の特徴を挙げると、このような具合で自覚している特徴が絶対的に正しいものと思っていた。ある肌寒くなってきた日、夢を見た。内容は夢らしい、特筆するようなストーリー性のあるものではないし、内容はほとんど覚えてない。きっと内容に意味はないのだ。そんな夢から目覚める直前にパチンと音がしたのを覚えている。トタンのような硬いものを叩いたようなあまり聞かない音。それに気を取られてた時、目が覚めた。起きた瞬間は違和感がなかった。お湯を沸かして朝ごはんを用意してとしている時に、なんでこんなに静かなんだという違和感を覚えた。静かというのは体や心が静かだということ。体の動きがいつもと違う感覚を覚えたのだ。しかしここまでいつも通りの過ごし方、昨日なんか疲れるようなことがあったっけと頭をひねりながら、自宅で大学の勉強をし仕事へ向かった。私は大学の勉強が好きだし、介護の仕事も好きなのだ。数時間の勤務が終わり、帰路に着くとやはりあの違和感が襲ってきた。落ち着いた充実感のあるこの感覚に体が違和感を持っているのだ。拍子抜けするようなそんな感覚。いよいよ私はおかしいんじゃないかと思い始めた。友達や家族との連絡、実家に電話してみたら、電話してくれて嬉しいという祖父母の言葉、やはり私の過ごしている世界と同じはずだ。しかし1ヶ月ぐらい連絡なかったから、どうしてるのかなって思ってたのよという言葉に驚いた。嘘だ、そんなはずはない。私は定期的に電話をして祖父母と雑談しているはずだ。電話の履歴を見ると、確かに2ヶ月近くは連絡をしていない。そればかりか、事務的な連絡以外に家族と連絡した痕跡がほとんどない。友人とはもともとそこまで頻繁に連絡は取らないが、友人の SNS を見てもどこか違和感がある。こんな感じの生活してたっけという人が数人いた。記憶の中で最後に SNS をチェックしたのは昨日。すぐに変化するわけがない。自分の日記等の言葉も確認した。どうやら家族に対してマイナスの感情が強いらしい。それに一人暮らしをしているのは家族と離れるためらしい。また痩せたことを喜んでいる。私の感覚ではこの体型は普通なのだけど、どういうことだ。そう思いながらフォローしているレシピ系インフルエンサーの動画欄を開く。私が記憶しているレシピで
すごく伸びていた豆腐レシピの動画が消えていた。削除することはままあることだが、かなり伸びていた投稿いうこともあり、何か説明があるかもと見てみたり、自分のメモ帳にリンクを貼ったはずだと見てみたものの、そんなものはない。どういうことだ。私は別の世界に来てしまったのか、意識だけ別になってしまったのか、これがパラレルワールドというやつなのだろうか。どうやったら戻れるんだ。卒業後は実家に帰るというと驚かれたり、無理をしないでと言われたりした。私はもともと家族が好きだったはずだ。その記憶が偽物なのだろうか。一ヶ月も過ごすと、自分が自分として生きていた世界がどんなものだったのか、曖昧になってくる。あの記憶たちは存在したのだろうか、と思うほどだ。しかし、家族を急に嫌いになったり、何かを投げ出すことはできない。周囲に若干の違和感を持たれながらも、今でも、私のままの私で暮らしている。